告予の予告を覗いてみよう。座り心地はまるでバランスボール？座るが楽しくなる革命的な椅子？ねえねえ、日本人の座る時間って世界的に見ても長い方だって知ってた？え、そうなんだ。仕事中長く座ってると疲れちゃうんだよね。その座り疲れの課題に向き合って開発された椅子があるんだって。すごい。どんな椅子なんだろう？椅子の座面がバランスボールのように動くことで体が固まらないから疲れにくくなるんだって。コクヨのイングっていう椅子だよ。バランスボール、なんだか楽しそう。動く座面という新しいコンセプトのイングを開発したのがコクヨの木下さん。お話を聞いてみよう。僕自身が腰痛の体験が結構あってですね、まあ、なぜ腰痛になるかっていうのを探ってみると、自分のこう背骨の S 字がすごい人より強いっていうのが分かったんですね。で、それに合う椅子を作ろうとしたら他の人に合わない。じゃあどうしようかって考えた時に、調節をなくしちゃえっていうので、あれこれ試作を作り始めたっていうのがきっかけですね。もうちょっと覚えないぐらいですね、たくさん作りましたね。最初からありました。これまでの椅子も、動くっていう機能はあるんですね。だけどどれだけ動かしやすいかっていうことが全然イングと他の人は違ってて、じゃあその動きをどういうふうに作るかっていうのが難しかったところですね。そのたくさん試作を作ったんですけども、その中の一つに起き上がりこぼしみたいなちょっと揺れるやつを作ったんですね。でそれをたまたまオフィスの隅に置いていると、何人かこう楽しそうに座ってたんですね。でそれを見た時に、あ、体って楽しかったら勝手に動かすんだなっていうのを気づいて、じゃあこれをもう少しオフィスチェア仕上げてみたらどうかなと思って、そこからこう開発がぐっと進んだって感じですね。その起き上がりこぼしの試作を作るまでにすでにこう3年ぐらいかかってたんですけども、まあ、起き上がりこぼしでその起点、アイデアの起点となるのを発見してから、そこからも3年ぐらいかかりましたね。まあ、やっぱりこの座り心地ではあるんですけども、まあ、実はデザインなんですね、全部そうですね、まあ、イングライフもイングもある意味一つの完成形だとは思うんですけども、じゃあ座ることに課題を持っている人の全員を解決できるかっていうと、そうじゃないと思うんですよね。だから違う形のイングっていうのもまだまだあり得るかなと思ってます。私の予告は、椅子でこの世から腰痛をなくします。